畳み込みたい病にかかってしまった、はい、昼間がですね、今日は、畳み込み動画ということで、ちょっとやってみたいと思います。幹は一通り曲げた感じ。あ、面白いじゃないですか、幹。ここも面白いし、こっちも面白い。これ多分あの視聴者の人分かんないと思うんですけど、うん、あのビスケットオリバーみたいになってるんですよ。ビスケットオリバー、あの何だそれ。漫画のキャラクターなんですけど。あ、そうですか、はい、こんな感じ。うん、反対もいい。こことかね、シャリにしたら、そう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 、良さそう、うん、いいじゃないですか。いいじゃないですか、はい、なんか面白い形ができましたね。あとは枝ですね。あとは枝ですよね。枝はどうしますか。枝はどうするかな。これをだから、どっち持ってくるかですね、これ正面どっちにするかによって。確かに。でもさっきのシャリの方がいいんじゃないですか。そっち。そしたらとりあえずこれはこの辺にギューッと畳み込んで、この辺にこう入るような感じでやってみましょうか、はい、頭はどれなんだろうな。頭は、まあ、とりあえずこれで作りたいんですよ。さっき言った圏外に逃げない模様着を作りたいんで、頭を差し枝にするみたいなの。ああ、そうですね。でもね、これが結構いい枝になってるんですよね。いい、失礼しました。あ、いや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 。そうすると、うん、まあ確かにこっち流れでもいいかなって気がしますね、少しね。あ、でもこっちも面白いな。でもやっぱここかな、ここ良くなりそうですね。そうするとここのね、いいシャリを切るようになるかもしれないんですけど、はい、これを下ろしてグーッと入れて出すような感じ。なるほど、はい、ちょっとやっていきたいと思います。ここはじっくりご覧ください。よくわかんない。ここだけ、ここだけみたいな。今まで見てないのかって。そうですね、これで、この先こっちを折るんで、この辺で曲げておきますね、はい、こっちに。でまた引っ張るのか。これを、そうですね、これを下の方に、上げてもいいかもしれない。上げてここも畳み込む。割れを確認しながら、ほぼ180度上まで持ってっちゃいました。一回、はい、こいつはもう裏枝、はい、この一番下のやつは裏枝、はい、裏枝に持ってきます。面白いなこれ。面白いですよ ね、癖になりますよね。癖になる。全く違う形が出てきて、そう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 、それをどうやって形にしようかなっていうのを考えられるっていう、ね、そうなんですよね。で結構どんな素材でもできるし、できるし、まあ安いですしね、素材が。で心拍だからほぼ巻かれることないだろうし、そうですね、頑張りますよ。頑張りますよね。それで、これの行き場がないんだよな。とりあえずやっぱり元から極力こっちに、これぐらいちょっとギュッと、こっち流れで作っていきたくて、これでもやっぱり小さく作りたいんで、ここ畳み込んだんです相当、はい、で今度これなんですけど、これよりもさらに畳み込まなきゃいけない。そうですね、うん、でこの辺の上に持ってくるんで邪魔にならないようにですね、それを畳み込んでいくんで、これも結構勝負になりますんで、はい、この辺でまずここですね、ここのところ、はい、ここがもう一発目でまず曲げていかないといけない。皮むけてるけど大丈夫ですね。これぐらいはへっちゃらだってことですね。それでこの枝のところを起点に外に出る。これ多分動いちゃうんで、こう持ってあります。うん、ここはねちょっと慎重にいかないと、多分なんか一番厳しい流れじゃない方の枝だから。そうですね、短くってことですね、はい、小さくして、短く小さくして、ここはできるだけ畳み込むと。で最後は手前に持ってくると、こんな感じで、ここで一回曲げて、はい、でまたここで曲げて畳み込んでるってやつですね、うん、はい、で最後はこれは前の方に来るようにやって、あと小さい枝は針金かけていたんで、このちょっと上に乗っけるような感じで、あと、うん、でこういう下のやつはねちょっと取っちゃえばいいんで、はい、ちょっと今気になってるのはこっちとこっちが今並んじゃってるんで、高さが、はい、どっちか段差つけたいってありますね、うん、でとりあえずいらないやつを排除していきますね、はい、であと今度これですよね、これを下ろしていくんで、うん、こっちはどこ行くのって話ですね、はい、
それが頭とかなのかなとかちょっと思ってました。来ましたね。これ天神でね。まあ、天神。やるか。お、採用？採用ですね、それね。なんかちょうど良さそうな位置にあるなって。そうですね。さすが、それやりますか。この辺がね、少しガランドになりそうなんですね。そうですね。もう一歩ぐらいあるといいですよね。そうそうそう。で、これがあるんだけど、これよりも上に位置にあるってのはおかしいんですよね。逆ならぴったりでしたね。逆ならですね、うん。そうね。それやるか。そしたら、いや正直言うと楽なんですよ。これを頭にすると。そうですね。楽、正直言うとね。でも高さ的にそれでいければ。もう必要な枝ありますもんね。ね、ああそしたらね8センチになる、はあ、いきますか、まあ、陣入れたら陣入れたら超えそうですけど、ね、そうですね。あとやっぱりこことここも畳み込みたいですよね。ああ確かにそうですね、うん、こことここもここはちょっとフライヤーで、はい、行きそうな気がしますね。いきますね。頭を下げるみたいな感じ、ね、頭を下げる。あとやっぱりこの空間が嫌なんですね、ここのね、うん、プロやんないじゃないですか。ああそうですね。こんな時間かかること1個の木にかけれないじゃないですか。そう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 、そうですよね。我々趣味家のね、趣味家の醍醐味です。ヒロさん、当時の人じゃないですからね。じゃないです、そうそうそう。たまに勘違いしてる人がそうらしいですね。当時の教室に通ってる人ですよ。生徒ですので、普段はサラリーマンをしてます。そう、ついでに言うと、LINE は、LINE とか、まあ、携帯は工場内で申し込み禁止なんで、はい、日中はなかなか見れませんということを言っとかないと、昼間は返事が遅いとかになっちゃう。こんな感じでギュッと、邪魔なんで開けとこう。小宮さん結構やってましたね。あのやるときにこういう枝をキュッと上げたりなんかして、うん、簡単なお昼ご飯も終わりました。お、ほんとさすがですね。何がですか。あそこ我々食べてないんです。お、パチッとった。パチッて言いました。こうですね。あ、隙間いただいぶ。ほんと畳み込み大病ですよね、うん、ここにぶつかっちゃってるんですね、うん、ええ、なんで、うん、ここにぶつかっちゃってたんで、はい、こいつ少し前にしてこれよりも下げていこうと、うん、今やってます。もうちょいかな。ちょっとこのね、いいとこ消えちゃうんですけどね、その分畳み込めるんで、もうちょい畳み込みます、はい、さあしますか。じゃあこれで頭作って天神作って、うん、なんかこうなるとね、もうちょっとこう畳めそうな気もするんですけど、うんうん、枝がもう多いんですね、ここね、いらないんで、半圏外は逃げみたいな逃げみたいな言ってたじゃないですか。はいはい、天神も逃げかなみたいな気もしますよね。気もしますね。こうなると畳み込みたくなる気もするんだよな。天神ってね、そうそうそう、楽なんですよね。ただどっちも好きですけどね、うん、ただね、かぐみ屋さんも言われたし、うん、ここの会長さん、元会長さんも、はい、生徒会の会長さんも昨日言ってたんですけど、うん、やっぱり心拍はシャリと陣だって。まあそうですね、うん、シャリと陣なんで、だからやっぱり陣はね、作るといいわ、いいんですよね、うん、とりあえずこれで作っちゃいましょうか。ここは本来はダメなんですけど、一旦この辺の、この辺の空間を埋めるという意味で、これですね、これ裏ですね。ちょっと一回整理、あ、整理しましょう。頭はこれで作りましょう。これで作る、はい、はい、さっき僕が言ったやつ、ね、そうです、これで頭を作って、はいはい、で、これを、位置は高いんですけれども、本来はダメです。この頭よりも高いんで、うん、枝として使えないんですけど、とりあえずの、今ここ辺を埋めたい、裏のですね、はい、そのためにこの辺を下げていって作っていこうということですね、はい。その上を陣にしちゃう。うん、その上は陣ですね。だから陣にするために、あのこのまま曲をつけて葉っぱもつけておきましょうか。変な話、そっちが表になれば、あ、これが頭にもなる。そう、もうすごいですね、Q さんね、発想がすげえ褒めてくれます、すごいなりますね。あ、そう、あ、それいいな、表裏。まあね、後で、うん、変えることはできそうです。そうですね、できるできるできる。ではでは、どっちも見えるようにしようっ
っていうお手つき方で、ということになりました、はい、よくあるパターンですね。そう、どっちも見えるは逃げだみたいな、逃げだみたいな ね名目に表裏なしっていう言葉がありながらも実はこう決めきれない、うん、というところの逃げの言葉ですよね。別の言い方をすれば、保留、保留。そうですね、将来どっちかに、そう、どっちでもいけるようにと、いけるようにということですね。これ息になりますよね。これは面白いでしょうね。今日は想像以上だったな、うん、これでコンパクトにね、うん、シャリなんか入れたら山木ですかみたいなね、なりますよね。変な話、この木を買ってきて 2,3 年で完成できるじゃないですか、多分。できちゃいますね。ってなると初心者でも全然余裕だし、あ、そうですね。変な話、高齢の方がやっても完成まで作れるって木って少ないじゃないですか。そうですね、もうボケ防止にね、ボケ防止に違うか、そう、目的が違う。面白いよなこれ。じゃあこれどうしようかな、葉っぱ取っちゃってもいいんだけどな。幹向いてないですけどね。幹向いてないですね。上だけ、うん、いいですかね。まあちょっとまだ向かない方がいいですよね。生かしておいた方がいいですよね、うん、そうですね。まあ太るかもしれないし、あの癖をつける意味でも、はい、そうですね。今日は天神を見れません。天神見れません。太ったら楽しみということで。そうですね、周りがでも巻いちゃってるし。そうですね、形も作りたいと。はい、これもじゃあ続きそうですね。え、てか続きものがいっぱいありますね。あ、これね、続くんじゃないですかね。これ割れてもいいと思うと結構気が楽ですよね。天神はね、なんかひねった方がいいんですか、天神にするところも。うん、そうですね、ひねってもしかしたらこういうね、螺旋状のやつができるかもしれないんで、この辺持ってぐーっとひねって、この辺は太ってほとんどでも地にならないと思うんですけど、とりあえずつけといて太らしておきますね。はい、ということでとりあえず針金掛け終わりまして、はい、静止というのが終わったところですね、はい、一応正面はですね、ここら辺に持ってきました、はい、8センチぐらいの幹を曲げて、一番はやっぱりここを地べたにつけたことで、うん、全体がこれだけの幅になったってことですよね、はい、要は太く見せると、うん、でこれがやがてもしかしたらここら辺から根が生えてくるかもしれないし、はい、幹が太っていくとそれがだん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 こう癒着していって、うん、まさしく幹のように見えるというところですね、うん、まあこれもちょっと私のいつも作り方になっちゃうんですけど、やっぱりこう幹筋を見せたいんで、はい、とりあえず幹が見えるような感じでこの辺を頭にして、でこれはもう陣ですね、完全に陣になりますということで、これが今何センチだったのかな、どうでしょう、なんかあんまり上がってないか、あ、でもここですもんね。そこで見ると8センチ、8センチぐらいですかね。ですかね、うん、最初16センチあったやつが8センチでできたということと、もう一つですね、二度おいしい両面、両面のここら辺が正面でいいんじゃないかと思うんですけど、ここら辺の幹も見えるように、頭を作ってですね、今、まあ、どっちになるか分かんないんですけど、両方楽しみながらやっていこうという感じですね。こっちもね、幹の動きが面白いんですよね、うん、だからやりながら考えていったっていう、だから、まあ、ちょっと最初幹がまっすぐの方が針金かけたいよ、かけやすいよって言ったんですけど、まあ幹曲がってんのも、やってみるとなかなか面白いかなっていう感じはしましたっていうことですね。まあ、あと天神は、太らせていってどっかでも抜いちゃうんで、とりあえず癖付けみたいな形で曲はつけてますけども、はい、あ、まあでもあった方がいいかな。天神もね、盆栽はシャリと陣だということなんで、うん、幹曲げに関してはこんな感じですかね、うん、とりあえず畳んでできるだけくっつけて、そうですね、うん、やっぱシャリですよね、ここにシャリが入ることを想像するんですよね。そうそう、うん、そこがね、ここ、そうやっぱりこう出てる外側のところをね、うん、板シャリにダーッとなっていくと、まあそういう木もたくさんね、川宮さんとかで見てきたんで、ね、なんとなくそういうことを将来イメージしてやると、でやるのは6月ぐらいでもいいよっていう話だったんで、でシャリは外せるかな、うん、まあそうですね、太い方は外せるのかな、うん、でもちょっと戻っちゃうかもしれないですね、まだ。そうですね、うん、だから食い込んでもいいんで、むしろ逆に食い込むぐらいの方がちょっと太りますから、うん、場合によってはもう少し1年とは言わないですけど、来年の秋ぐらいまでこのまま置いといて、太らせて肥料をいっぱいあげてですね、太らせて形をつけてというところですかね、曲付けをしっかりすると。なるほど、まあ別に冬だって向いたって構わないんで、うん、針金外して、シャリを
秋から冬に6月7月は剥きやすいっていうだけの話なんで、そうですね、うん、冬ぐらいですかね、11月12月ぐらいにもう一回もしかしたらシャリを作って針金をもう一回かけ直すかもしれないですね。それまではしっかり培養と。これ太ってくっついてきたらもうやばいですね、うん、やばいですよね、塊みたいな。よくありますよね。でももしかしたらこうやって作ってるのかもしれないです ね、 ね、こんなねじれたやつ ね、 よく商品盆栽でありますけどね。将来楽しみな、楽しみになりましたね。8センチですからまだね、うん、楽しみです。普通でということでした。はい、まあ、かごみやさんのところで勉強してきたという、そう、まあ、それをいくつか今日ね自分でやってみたということですね、うん、大満足、大満足です、ですよ、ね、よかったです、はい、なんかちょうどかごみやさんの感じもあるし、ひろばさんの感じもあるしっていう、そうですね、ちょっとこれの見き見せんのは私流かもしれないです ね、 ですね、非常に面白かったです、まあ、はい、ありがとうございました。でもお腹ペコペコなんでご飯します、はいはい、ありがとうございました。